熱血指導で10年連続チームを全国大会へと導いた池田裕子。考えれるようで来てほしいので来ないと。はい、いつまでやんじゃんこの練習。変われよジュリナで。選手それぞれと向き合いながら、自分が一番楽しみました。その後にチームで行く。強い絆を作り上げる。本当にこんな向き合ってくれる監督はいないと思うし、新たに挑むのは異例の指導法。課題テーマ、選手たちが自分たちで考えて、選手がやりたい練習を、まあ、基本的にはさせる。チームの強化方針を選手が決める。選手主導のチーム作り。選手のやる気を引き出しながら、変わるためにここ来てるでしょ。強くなりたいからここにいるんでしょ。自分のストロングあるの誰よそれ。厳しい言葉で成長を促す。池田が挑んだ新たなチーム作りの結末は、誰かのために頑張れるやつ、自分の成長のために頑張れるやつ、それしかここにいないと思ってるんで、絶対勝ちましょう。1月8日土曜夕方5時、バースデー。